映画局はインド情報放送省の部局でインドの歴史の記録を目的としたドキュメンタリー映画、ニュース映画を制作する機関。イギリス領インド帝国時代のインドにはドキュメンタリー映画、ニュース映画を制作する組織は欧米人が占めており、独立後にインド人による組織の編成が行われた。これにより、独立から1年後の1948年に情報、 放送省の部局として映画局が設立され、同局は国内最大のドキュメンタリー映画、短編映画制作機関へと成長した。映画局本部はムンバイに置かれており、ニューデリー、コルカタ、バンガロール、チェンナイ、ティルバナンタプラム、ハイデラバード、ビジャヤワーダ西部が置かれている。 ムンバイとニューデリーではドキュメンタリー映画、ニュース映画の制作を担当しており、コルカタとバンガロールでは中長編映画、ビデオが制作されている。主な活動として、国営テレビのドゥールダルシャンで放送するためのドキュメンタリー映画、ニュース映画の制作、地方の農村向けの宣伝映画の制作があり、国民統合や不可植民差別撤廃、 農村開発などの啓蒙活動を目的とした内容を現地の伝承などをもとに現地の脚本家や俳優を起用して制作している。制作作品の中には、イーク・アネック・アワー・エクタのように古典的名作とされる作品も含まれている。創設以来8000本以上の映画を制作しており、そのうち5000本の映画がオンライン上で販売、ダウンロード可能となっている。 1990年からはムンバイ国際映画祭を主催しており、2012年からはムンバイでアーカイブ作品を上映するフィルムクラブを開設している。また2019年に設立されたインド国立映画博物館の管理も担当している。ありがとうございます。